日本のニュース24日、皆さんこんにちは。速報 MLB 野球、2024年6月9日、レッドソックス吉田正尚がマイナーで実戦復帰、キャリア初の 3A で4打数1安打マーク。吉田正尚がマイナー復帰戦で1安打、左手親指を痛めて負傷者リストに入っているボストンレッドソックスの吉田正尚外野手30が現地時間8日、球団参加サンイーンスターレッドソックスの公式戦で実戦復帰。2番指名打者で先発出場し、4打数1安打を記録した。吉田は初回、無視1塁での第1打席、外角低めのカーブを引っ張り、1、2塁間を破る、偶然安打。復帰後、初安打で、チャンスメイクを果たすと、この後チームは4得点を挙げた。2回裏の第2打席は、内角のフォーシームに詰まらされ、有ゴロ。4回裏の第3打席では、真ん中付近のシンカーを打って、注意し、5回裏の第4打席も、真ん中付近のシンカーを弾き返すも、左翼指定位置付近への差し。3打席続けて凡退に終わり、この打席をもって途中交代となった。今季2年目の吉田は、開幕から24試合に全て指名打者として出場し、打率275、2本塁打、11打点、OPS 736をマーク。バッティングの際に左手親指を痛め、現地時間5月1日から負傷者リスト入り、同4月28日以来の実戦復帰となった。マイナー数試合のリハビリ出場を経て、メジャー復帰が予定されている。ファンも一安心、もうすぐですね。吉田正尚が 3A で約1ヶ月半ぶりに実戦復帰最初の打席でヒットを記録。レッドソックスの吉田正尚選手が日本時間9日 3A 参加のブースターとロチェスター戦に2番指名打者で出場。約1ヶ月半ぶりの実戦でしたが、4打数1安打の内容でした。現在、左手親指の付け根を痛めて負傷者リスト入りしている吉田選手は4月28日のカブス戦以来となる実戦復帰。初回の第1打席にライト前ヒットを放つと、その後は夕頃センターフライ、レフトフライに倒れ、7回に代打が送られて途中交代しました。メジャー2年目の吉田選手は今季負傷離脱前までに24試合に出場。打率275、2本塁打、11打点、 OPS 736の成績を残しています。 SNS では、順調かな、もうすぐですね、暖かくなってきたし期待大、元気な姿を拝見し一安心などエールが飛びました。